第111話100万石の酒の巻。いざ一献国川さん。俺は信長公に憧れ命がけで追いかけた。そして信長公が亡くなったその時、周りを見渡せば俺より力のある者がいなかった。ただそれだけのことだった。じゃからお主らが10年遅く生まれてきたことも全て天の決めたことなのじゃ。こたびの影働き、お主であろう、ご苦労であった。あんたのためにやったことではありませんよ。どうだ、これで俺のところへ来んか。おお、歌舞伎者に一万石とはさすが天下人。100万石で不足なのか。100万石。人は火に米は三合、畳は一畳あれば十分。そんなことより一献くれないか。100万石の酒図を。そうか、お前はすでに天に愛されておるな。前田刑事、バカに通る。勝ち戦にしてこそ無効でござせよ。いざ先生。